嫌われる勇気第2話、絶対に消えないペンなどのヒット商品があるメーカーの執行役員の市川が深夜に会社の窓から転落死した。現場の状況や第1、発見者の証言から浦部は自殺だと断定するが、青山と共に現場に駆けつけた蘭子はそれを否定。自殺に見せかけた殺人で、犯人は被害者と同じ会社にいると推理した。遺体を司法解剖したメイコも蘭子の見立てを支持する。市川が率いていた商品開発部にはエミカや竹内ら10名ほどの社員がいた。引き込みに来た蘭子は社員たちのデスクに目覚ましドリンクやグッズが置かれていることに気づく。さらに1年前に市川が転落した窓がある小部屋で同じ部の鳴海という若い女性が自殺していたことが判明。1年の間に同じ部屋から2人の死者が出たことを怪しんだ半田は、小宮山と浦部に人間関係の洗い出しを、三宅には事件当日の市川の足取りを追うよう指示。自分は何をすればいいのかと聞く青山には、蘭子に従えという。車内を歩き回り事情を聞く蘭子を追うようについていく青山。何か分かったことがあるかと聞くと、蘭子は社員たちが変わらないという決断をしていると返した。まるで意味がわからない青山は大文字を訪ね、そのことを報告すると、大文字は蘭子が意図するのは目的論だろうと言うと話し始めた。